いやー、エアマックス95のイエロー見事当たりません。いや、なんか数は結構あるとかないとかって聞いたんですけど、まあ当たらないものは当たらないなっていうふうに思っておりまして、まあ正直なところ履きたかったなっていうのはありますね。なんかブラックコーデのこのアクセントにね、いや、いいなと思って、あと普通にデニムとかとも合わせやすいじゃないですか。いや、本当にちょっと残念な感じではありますけれども、まあ当たらないものは仕方がないということで、で、まあ次というかですね、これもまたね、本当ね、タイミングが、まあタイミングが悪いってことは買うなってことなんでしょうね。シュプリームウィーク17の、T シャツですね。挑戦すらできない。クロスボックスロゴ、マライアキャリーの T シャツ、挑戦すらできない。いやー、もうほんとね、タイミングが悪い。もう今年はもう買い納めかなっていう感じもあるんですけれども、だからこう、例えばほんと、まあ、近場だったらほんとユニクロとか、まあ、GU とか行っても、なんかね、若干欲しいなっていうものもあるんですけれども、まあ冬物だしなっていう風にやっぱ思ってしまったら、ちょっとこう足踏みをしてしまう。あ、そうだ、今ねちょっと電気屋行こうと思ったんですけれども、ちょっともう右折するしかないな。ちょっと C モールまた行きましょう。 C モールにノースフェイス行ってみよう。なんか出会いがありそうな気がする。出会いがありそうな気がするけれども、Cモールに行くためにはここから、市役所のところから入っていって行けばいいんだ。市役所のさ、ここにカフェができてるんですよね。下関市役所映ってるかどうかわかんないけれどもね。え、そうだね。だからシュプリームのウィーク17 挑戦すらできない。買うなんてこともあるし、ユニクロ行ってもなんかね、本当冬物欲しいけれども、いや、いいなと思うのもあるけれども、実際着るのかと言ったら、まあ結構ね、持っているもので本当満足なものが多いので、でね、それこそそんな出かける機会も今年の冬はよりなさそうなので、いいかなっていうふうに思ってるんですよ。それでエアマックス95のイエローね、スニーカーだから、スニーカーだったら年間いけるじゃないですか、年中いけるじゃないですかと思ったら、見事に、まあ、知ってました。当たらないことは知っておりましたね、という感じでございます。またね、今年何いろいろってこともないけれども、一応全部こうね、見返してみて、なんか買って、自分自身が買って満足したアイテムトップ10とかしてもいいかなとは思ってるんですよ。まあ振り返りの意味も含めてですね、今年ね、1月から何を買ったかなって振り返りの意味を込めて、自分自身がお気に入りのトップ10、これいきましょう、これいきましょう。いやー、今年もほんと早いですね。あ、ちなみにこのドライブラジオに関しては全く内容なく、私がひたすら喋っているだけという動画でございます。動画でございますので、いや、ほんとね、今年も終わってしまいますね。あと、まあ、約2週間ということでございまして、終わってしまう。早い、早いっていうか、なんか夏の感じも黄色で余裕を持って止まる。夏もさ、なんかあんま体感することなく終わってしまったし、秋はほぼ感じられず、なんか急に冬の寒さが来て、もう師走、年末年始、1月2月3月どうなるか、なんか若干今年2020年は自分としては春は少し感じたかなと思うけれども、なんか出かけてもいないわけじゃないですか。なんか2020年でしたね。うん、
感覚の2020年でございましたが、皆様いかがお過ごしでございますでしょうか。来年はね、2021年はどんな感じの年になるか、今から少しこうね、まあ、予定は立たないんで、想像上で楽しむ。どこか行けるかな、ロングドライブできるかな。まあでも身近なところで行くと、私の場合はやはり、まあ、どんな服を買うかなっていう感じかなと思いますね。だから今年秋冬に関しては黒縛りでいろいろ買ってきてね、え今年の春は何色に行こうかな。まあでも黒ベースは黒ベースだけれども、オリーブだったりとか、やっぱこうミリタリー用のカラーを意識したアイテムがやはりなんかやっぱ気になりますよね、個人的には。でもね、だいたい黒白ベース、まあ、去年も同じこと言ってない気がするね。ネイビーでしょ、であとオリーブ系か、カーキいわゆるベージュっぽい感じはどうかな。今年なんかユニクロ U の新作のこのベージュ、このベージュはちょっと気になるんですけど、これまだなんかオンラインでしかないとかないとかいう感じで、店舗行ってもないんですよね。だからこの辺りの感じのカラーに関してはちょっと気になります。なんかあの去年僕、今年の頭に半袖 T シャツのユニクロ U のナチュラルのカラーにドハマりしてめちゃくちゃ着たんですけれども、こっちのね、さっきのベージュのロンティーは気になるんですよね。まあ1990円でも安いけれども、やっぱね、あの期間限定価格で少し安くなった時買いたいじゃないですか。それ若干待ってるんですけれども、ユニクロとかが本当今冬物を叩き売ってる感じがあるんで、シャツとか500円になってたりとかね、あの安いんですけれども、なんか手が出ないというか手を出さないんですよね。気になるなら買ってもいいかなと思うけど、でも どうせ着ないだろうって、着る機会がないだろうと、着ないだろうじゃなくて、そうそう、着る機会がないだろうと、出かけないからねえ、そこなんですよね。今だからこの、だから今年この、去年多分言うほど着てなかったような気がするんですけど、このノースフェイスのシュプリームのこのフリースがね、結構ヘビロテでございます。まああのクックマンのシェフパンツ、これを買ってなんかこの組み合わせすごく好きなんで、まあそればっかっていう感じもあるんですけれども、なんかね、そんな感じでございます。はい、天気はね、なんか曇り空、なんか雪までは多分降るかな、でも外気温が6度になってるから、まあ曇りと晴れ間のこうね、コントラストかどうかわかんないけど、そんな感じの天気でございますね。風はね、どうだろうか、木々を見る限り海沿いにもかかわらずそんな吹いてはいない感じはあります。まあ多少の風はある感じかな。旗も今若干なびいてる感じはありますね。交通安全というね、旗がございますね。下関駅でございますよ。Cモールですね。なんかCモール、なんか来年春リニューアルとかをするとかしないとか聞いたんですが、なんかね、またこう昔のCモールに戻ってもらいたい。20年前楽しかったあのCモール。Cモールっていうね、できた当時はね、なんか西日本最大級のショッピングモールみたいだったらしいんですけれども、43年ぐらい経つのかね。昔のCモール楽しかったですね。今結構ね、どこにでもあるようなお店ばっかりなので、まあまあそんな感じですかね、うん、はい。今ちょっと録画を駐車場に着いたら録画を止めようと思います。ビートルも、ただいま 27,074km でございまして、非常に快調でございます。もうちょっとで、2年半点検でございますね。案内は来てましたので、1月かな、うん、
だからなんか申し込み、事前申し込みしておけば500円のクオカードがもらえるということで、まあ、ワンコイン点検なんで500円を払って500円返ってくる クオカードで戻ってくる仕組みでございますね。その点検をして、でもほんとね、当たり前なんですけれども、なんともならないこのビートル、すごくね、快調ですね。すごくいい走りというか、うん、まあ最近本当全然遠出してないんであれなんですけど、なんともないです。やっぱ乗り心地いいですしね。まあ若干ね、この前ね、Tクロス座ってみたんですけれども、運転はしてないですよ、座ってみたんですけれども、やっぱ背高いですよね。で前乗ってたゴルフ低いでしょ。だからその中間ぐらいのね感じのね、ザ・ビートルなんで、運転はね本当非常にしやすいと僕は思っているんですけれども、あ、シーモールなんか多い、なんか物産展とかしてる系な感じですか。こうね、本当シートもいいし、このレザーシートいいですよね。ふわっとふかっと、なんか若干幅も広いような気がするんで、運転もすごいしやすいし、よいしょ、ちょっと遠かった。あ、風あるね、ここまで来たら。ビル風かな、隙間風かな。よし、ここで、まあここに来たらね、いつもねすぐ目の前の駐車場に止めるんで、ここっすね、ここっすね、ちょっと明るいところ。昔さ、そこのって分かんないかもしれないけど、よくレクサスが多分日本でまだ販売してない頃の話ですよ。これ駐車場暗いからね、分かんないですよね。こっちか。よくね、そこレクサスのエンブレムがついた車が止まってましたよ、海外向けのね、左ハンドルの車が。それはよく見てましたけどもね、もう何年前だろうか忘れた、15年とか20年近く前なんでしょうかね。はい、無事到着でございます。ということで、何分喋ったかちょっと分かんないけれども、ドライブラジオ終わりにしたいと思います。で本日もご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。 I don't care anymore about things I used to know。そこにね、昔はね、レクサスの、エンブレムがついた左ハンドルの車がね、輸出待ちでね、たくさんね、止まってたんですよ。まあ、最近そういう光景見ないんで、もうやってないのかな。まあでも、あそこがね、いっぱい新車が並んでた場所でございましたよ。